YouTube の動画編集をしてました。ちょっとまだね、動画編集の勢いがちょっと途切れてないうちに続きをしようかなと思いまして、髪の毛伸びたんですよ。あっちゃんさんにがレインボーした。このね、勢いがあるうちにやっとくのが一番いいよね。今日でも1個編集終わった、1個編集終わって今確認してくださいってスタッフさんに送ったところです。で、次の動画行こうかな、次の動画やるか、TikTok の動画を、でも本当は TikTok の動画やりたいんだけど、やらないといけないんだけど、ちょっと順番的にはそう、 TikTok の動画をやりたいんだけど、でもその TikTok、 今ちょっと気分は TikTok じゃなくて次の YouTube に投稿する予定の動画の編集に向いてるので、一回そっちやろうかなと。そう、一日編集は目が乾燥するよね、するよね、そうよね、するんすよね。本日です、今日はね、ありがとう、肩が、こうやったらスマホ首治るみたいな聞きます。私でも首硬いのか、よく首つるんですよね、こうやってやると。首っていうか首筋というか肩というか、これね、巻き肩直す、ボキボキ。皆さん本日何をしてましたか。奈々さんの髪色みんな知ってる、知ってんならあれだけど、奈々さんの髪色びっくりした、びっくりした、びっくりしました。今回次投稿する動画は皆さんに前募集したやつを使ってます。何色になったのか、ちょっと分かんない、言っていいのか分かんないからな。まだ奈々さん言ってなかったら私最悪なことしちゃうことになっちゃうから、鼻かゆい。そう、昔自分の愛してたね、ハッツを救いたい、そんなありがとうございます。今はね、動画をパソコンに取り入れ、パソコンっていうか編集ソフトに取り入れて、あの、アラカットみたいな、カット取る感じ。できる女なんですよ嘘です。そう、編集カメラ出てきた。そうそう、小読む編集です。今日の満月の吠えたまの狼のとこですか。こんばんは。将棋打ってるような音、確かにね、私ポンポコポンポンポンしちゃうタイプなんですよ。結構ポンポンって。今日はミッサーとあの編集一緒にしてたんですけど、ミッサーがね、みかんをたくさんくれました。遊びに来たら嬉しい。今日はすっぴんではないですね。なんかさ、こう
動画を見ながらね、自分で笑っちゃう。皆さん、今見てらっしゃる方で YouTube のチャンネル登録をしてない方いませんよね。いませんよね。いませんよね。そんな人いませんよね。そう、ミスターからめっちゃみかんもらった。あ、今もあるんだけど、明日食べようと思って。あ、そう、今日755でね、味噌汁にプラスして何食べればいいと思いますかって聞いたんですけど、結局ね、事務所でなんかずっと食べようと思ってたマックのチキンみたいな、だからヒカルンがめっちゃ美味しそうって言ってて、ずっと私も隣で聞いてたら食べたくなっちゃったガーリックのチキンがあるんですよ。そうですよ、それを食べて、でハルピョンがプチシュークリームみたいなやつを差し入れでくれて、そしたらなんかそれ食べたらね、お腹いっぱいになっちゃったんで、結局味噌汁は明日にすることにしました。そう、 YouTube やってるんですよ。夢見る、あ、トラップに夢見るチャンネル登録してないね、しとこうかな。 YouTube チャンネル鍵かっこうう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 夢見ると、登録間違えた、登録してね。あ、一緒できた。そう、エスナペアさんありがとう。そう、それ食べた。友人にも宣伝した、ありがとう。8の日の買い前に食べた。そう、12日発売だったから、そう、ちょうど8の日だね。味噌汁の具は何が好きですか？味噌汁の具か、なんか特にこれが好き、あ、でも納豆入れるの私結構好きです。あとは焼き茄子とか最近ハマってる。焼き茄子最近ハマってます。これダラダラ話してるところはもうカットカットです。カットを入れまくります。ダラ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 喋っておりますカットカット。おお、なんか難しいね、このカットのタイミングが難しい。難しいです。サイレント秋田県大富豪イグルシャキパスさん、ありがとう。結婚して抱きしめてんよ。どういうこと？あ、チーズのやつつけて食べた。私はどっちもつけました。そうです、カチャカチャ。難しい、なんかカットのタイミング、カットのタイミングがすごく難しいですね。どこで切るべきか、どこで切るべきか、まあ難しいけどカットしていきましょう。早く YouTube の動画、なんかさ、焼きなす以外、確かになんかもらったんですよ。でこうインスタントの味噌汁もらった時に焼きナスがあって美味しかった。一番ちょっと YouTube の更新頻度上げたいなっていう話をしてたから、ちょっと頑張ろうと思って。私にできることは、私にできることは、まあ SNS を自分が頑張ることかなと思ったので頑張りまーす。
そうなんですよ。やっぱね、夜はいいよなってどういうことやねん。昼もいいよなやろ。どういうことやねん。けどもこれ、けどもちょっと絶対伝わらないよね。すごい自分のこと、すごい自分のさ編集してるのとさ自分の方に突っ込んじゃうからさ、みんなはね何をしてんだろうって感じですよね。こうやってなんかさ話してる時はちゃんと話してるつもりでも、こうやって動画で撮ってるの見たら意外にね、意外にっていうか結構ね変な日本語使ってるということが多いんですよね私。ということで、これ皆さん気づきましたか、ということでが多いですね。ひるぎさんありがとう。どうやって登録者増えるかみんなで考えよう。更新頻度上げるだろうね。まず第一、更新頻度上げる、これはまあ前提としてあると思うんですけど、まあ、そのまた一つ一つどういう、ね、動画を上げて、どういう動画を上げるかだもんね。なんかね、どういうのがいいかだよね。登録完了。おい、嬉しい、ありがとう。嬉しい。してくれたの？ありがとう、ひーちゃんさんって方、ありがとうございます。そう、今日れいちゃんね、誕生日なんですよね。よいしょ。今日の目標はこの動画の粗いカットを終わらせることだけど、これめっちゃ違うんだよな。全部で25分ある、この動画全部見てたら絶対全部見るだけでも25分かかるんだけどさ、素晴らしいね。素晴らしいね。すごいね、長いですね、うん、そう、更新、そうね、サイリンとかもタダちゃんもよくね編集配信をしてるということで、次の次私が今編集してる動画はね、ちょっとね、ちょっと激しいかも、激しいっていうか、結構ぶっ飛んだ企画ですね次は。そんなことないかな、なんだろう、なんか AKB48 どういう層にバズりたいかってとこですよね。なんか AKB48 の楽曲とかのやるとやっぱり視聴回数は比較的多いんですけど、まあでも、まあ、見る層はアイドルのファンの方が多いかなっていう印象だから、そういう方たち、そのアイドルのファンの方以外の方にも見てもらえる動画はなかなか難しいですよね。運動系なんか本当はずっと根も葉もルーマンにあった筋トレをね撮りたいって言ってたんですけど、今日チューリーさんが投稿してらっしゃったんですけど、私たちはずっと撮りたいねって言ってたんですけど、ちょっといろいろスタッフさんとかに相談してダメっぽくなっちゃって撮れなかったので、ちょっと何ですかね、じゃ次はリベンジしたいですね。あ、運営さんのチェックは通るレベルだと思いますよ。これが通らなかったら多分 YouTuber でも YouTube 私続けられないかもくらいの内容、そんなそこまでなんだろうな、批判を呼ぶとか、なんか誰かの、うん、そういう感じではない、普通に平和な企画なんですけど、なかなかアイドルがやってるのは見たことないかなみたいな企画。感じですかね。そうそう。そうですね。そう、平和です。
そうなんですよ。あ、ナナさんが写真あげてる。お、どこにあげてる？ナナゴ、ツイッター？面白い。あ、ツーショット引用してる。久しぶり。おかきさん、ありがだるま。ありがだるま。アイドルがやってないってことで弾かれる。なでもそういうとこ考えてたら多分もうあげれないんだろうなっていうところあります。別に多分大丈夫だと思いますね。うん、なんかそこまでなんだろう、みんなが想像してる感じじゃないと思う。なんだろう、アイドルがやってることばっかあげると結局2番センチになってしまうのかなとは思いますけども、まあ、そこはでも難しいですよね。皆さんも、まあ、アイドルだしっていうところもあると思うので、なんかそのギリギリを攻めていい動画が作れたらいいなと私も思いますので、皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなと思います。おざけさん、ありがとう。ありがとう。あ、忘れてた。タワーの名前、ありがタワーの名前くださった方の名前を書かなきゃと思ってたのにすっかり忘れてた。やばい。うん、でもなんだろう、そうですね、まあそのここら辺はちょっと語っても、あ、それがリフになってなかった。なんか求められるものって本当人にそれって全然違うと思うので、まあ、一番は自分たちの気持ち、どういう動画を上げたいかっていうのが大事だと思うんですけど、まあ、でもやっぱりファンの方の意見っていうのもすごく大事だなと思うので、なんかファンの方の意見もいい感じにこう皆さんからアドバイスなどをもらって取れつつ、自分たちが上げたいな、まあ、満足するなっていう動画を上げていけたらいいなと思います。思いましたということで、よいしょ。川原さん、そうね、今日はそんな感じでね、チキンを食べまして美味しかったです。あつ、こんばんは。こんばんは。あチキン美味しかったよ、マックの。テテテレテレテレテテ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 テ。まあ自分はほぼ牛肉、私牛肉あんま食べないんだよね。鶏肉が多いかな、一番鶏肉多いね。ケンタッキー、私ケンタッキーあんま行かないけど、ケンタッキーのさ、グリーンみたいなやつあったの知ってますか？ケンタッキーのグリーンみたいなやつ食べたかったな。なんかグリーンカレー好きだからグリーンという言葉に惹かれたんですけど、美味しくなかった？そう、ちょっともう終わったかな。
今 CM でやってる。そうお肉だね、結局ね、健康的に考えても鶏肉がヘルシーかなっていうね、ありますよね、ありますよね。鶏肉美味しいよね。でも鶏肉一番、牛肉も美味しい。なんかすき家とかさ、松の家とかさ、牛丼とかだとやっぱ牛丼って美味しいなってなるけど、一番は鶏肉だよね。なんかもうふざけすぎてて、もう超私たちだけのさノリになってしまってはいるんだけど、まあ そうグリーンホットチキン、あそんなやつ、そんなやつ美味しいのかなって。なんかね、私一回ケンタッキーでハニーなんちゃらみたいな、ちょっと蜂蜜とかなんか甘いチキンみたいなのがね、期間限定で売ってた時があったんですよ。で私ずっと食べたいな、ずっと食べたいなと思ってたんだけど、結局なんか いつかでいいやとかと思って食べなかったら、気づいたらなくなってて、すごいショックで、すごく引きずった思い出があるから、なんかやっぱ食べたいなと思ったものはね、食べた方がいいんだなと思った。だからなんかやっぱダイエットとかさしてて、なんか食べようか迷う時とかあるんだけど、これを今食べなくて後悔しないものはいいやって思って、あこれはもし明日行った時になくなってて後悔するなって思ったものはもう食べるようにしてます。そう、思ってやってます。辛口ハニーチキン、そんな感じだったかな。歯には歯に詰まる。面白い、そういうこと。なんか食べたい時にね、コンサートで写真撮れるのカメラ、私全然カメラ詳しくないからな。でもやっぱり何だろう、望遠レンズっていうか遠く撮るのが得意なレンズがあるのは大事だなと思います。っていうのも思います。だからね、でも何がおすすめなんだろうね。多分私より絶対神子さんの方が、今着てるのはトレーナーです。これはね、ニューバランスさんからもらいました。そう、なんか楽屋に置いてあって、一人一枚持ってってくださいみたいな感じで置いてあったトレーナーです。嬉しい、嬉しい、もらえて
くりした。で面白いんだもん、面白いんだもん、だってだって面白いんだもん私たちが。面白いんだもん。そう、自分なんかマジ編集してる時はずっと笑ってるよ。そう、ハツの声が俺の部屋に響き渡った。そんなでっかい声出してた私。そんな響き渡ってました。今日の服いい、やった。夜のニヤニヤモード、こうね、編集しながら。編集しながら自分たちが話してることに笑うっていうね。そう、夜の編集ニヤニヤモードです。お、まだ4分の1くらいしか終わってないんだけど、4分の1くらいしか終わってないんだけど、短いね、長いね、これとか。私はね、私は今日1日だけで、昼の12時に行っても13時半とかから編集始めて、今さっきまで終わったから、今日だけでもまあ9時間とか8時間くらい編集したけど、今日以外にもずっと編集してた動画だから、私めっちゃ時間かかってんだよな。一番なんだろう、時間がかかんなかった編集はメリークリスマスのやつな、大喜利やってるやつはかかんなかったっていうか、もうみんなで協力しまくってやったんですよ。3人でフルに協力してもらってやったから、そんなかかんなかったというよりは、自分がやった編集した時間の総時間としては短かったのと、取り掛かってから終わるまでも短かった。いつもクリスマスに間に合わせなきゃいけないってめちゃくちゃ急いだやつだったんで、そう、めっちゃ急いでやったから。そう。そう、クリスマス、そうだからクリスマス配信する予定だったんだけど、ずっと編集して、
10分のための動画、10分の動画はね、私一番最初の動画1ヶ月かかった、1ヶ月かかりましたね。その時はまあ編集自体に慣れてなかったからかかったってのもあるけど、次もありますけど、みんなお仕事とか終わりましたか？ポリ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 、確かに話してる芸の動画はね、確かに練習は難しいですね。お仕事終わった？お疲れ様。もう準備万端？コンバハツ真剣？真剣。おおおお。でも寒いわ。なんか寒くなってきたわ。おお。あ、でもいい感じ、いい感じ、いい感じのペースです。いい感じのペースいい感じのペースいい感じのペースです。いい感じ、いい感じ。アイライン系、ありがとう。元気ですよ。今日はゆいゆいの写真集見てた？今日ゆいゆいの写真集発売ですね。私も見たい。まだ見てない。もらの見てない。どうでしたか？お、カレンちゃん配信してみた？こんばんは。お、バイト？すごいね。えらい。明日もお休みだよ。お休みだけど、まあお休みだからってゴロゴロするのももったいないので、累計で3万6000人くらい見てた。何が？写真集？何が3万人も見て、初の写真集を待ってますね。ありがとう。よいしょ、寒いですね。いいとこしょ。よいしょ。よいしょ、寒いでしょね。
ちょっとみんな私に質問あったら質問答えるよまた私のみんなへの質問をしてくれタイム質問してくれタイムです。みんな質問なんかありませんか。2022年の一番の目標を教えてください。一番の目標は、そうですね、いっぱいやりたいなと思うことはあるんですけど、そうですね、これ決めないとですよね、決めないとですよね。どうだろうな、一番か、なんだろうな、一番の目標か、一番難しいな。でも SNS を2021年の私より頑張りたいです。あとは音楽番組に出たい、出れるようなメンバーになりたいと思いました。海の生物は何が好きですか。海の生物、私の本当に好きなのは、今ねラッコめっちゃ好き。東京の好きな街、好きな街、難しいな今はんぺんは柔らかい派固め派。私はんぺんはね焼くのが好きなんですけど、面白い。東京で一番好きな街か、どこだろうなどこだろうな、でも私なんか、どこだろうな、なんかお台場とかね、よくではないですけど、メンバーちょこちょこ遊びに行くんですけど、お台場でこう帰るときに観覧車が回ってるの綺麗だなと思ったりはしますね。でもあとどこだろう、浅草とかもまあ綺麗だなと思うけど、でも超王道しか行ってないですね今。かゆいです。はんぺんに焼いてチーズかけたりするのめっちゃ美味しい。秋葉原いいね。右目だけ充血してんのはね、なんかね、あ、よく気づいたね。今日は昼方くらいから目が痒かったからかな。メンバー浅草、あー浅草楽しいもんね。でも観光地って感じ。私まだ東京まで行ったことないとこいっぱい。あ、後楽園も綺麗だよ、行ったことある。ハーゲンダッツこんばんは。こんばんは。のりーさんありがとう。お花。のりーさんありがとう。お花。あとマグリフさん。みなとみらい。神奈川行きたいんですよね。私神奈川もあんま行ったことなくて。お、今3分の1。いや、3分の1だな。3分の1だな。
そう、今日アライン長めかも。気持ちが落ちた時に上げる方法、私は気持ち落ちたらとことん落ち込む人だから、なんだろうな、落ち込む時は、寝る、で私はたくさんおねんねしてあとは悩み事とかだったら、どうするかな、ものによっては人に話す、ものによっては人に話して、どうすればいいか、どう思いますかって聞きますけど、ものによっては、ものとか時と場合によっては、とにかく時で忘れるのを待つ。エイトの日の宿泊遠かった？最近綺麗から可愛いになったのは何ですか？年取ったからじゃないですかね年取ったからだと思います。好きな格言は、なんだろうな、好きな、なんだろう、でも、なんかいいなって思う言葉ってもすぐ忘れちゃうんだよな。ああ、深く落ち込んでとことん泣いて晴らす。同じ。なんか落ち込んだからといってどこどこ行きますとか、爆食いしますとか、そういうのはないか。なんか美味しいもの食べたいなとか、美味しいもの食べて元気出そうとか、思ったりはするけど、行動、これ落ち込んだらここ行きますとか、もう絶対こういうことしますみたいなのはないかな。とにかくもうただただ泣いて一人で、でただただ落ち込んで、で大体数日だったらまあいっかってなるまで待つ。のりえともきです。ありがお花。時間って怖いよね、ほんと時間って怖いわ。こんばんは。何の見分け方だろう。お酒に溺れそうですか？私は溺れてます。お酒はあんまりな、溺れたくはないですね。飲まれるなって言いますもんね。お酒に飲んでも飲まれるなみたいな言葉聞きますから、落ち込んでる時に眠る気出ない。そうだよね、出ないよね。でも落ち込んでる時くらいやる気出さなくていいと思うよ。落ち込んでる時くらいね、思うままにゴロゴロしたりしましょう。
ち込むと暴飲暴食。あ、でも私もするつもりはなくてもしちゃう時はあるかもしれない。飲んだら泣きそう。いや、お酒飲んだらどうなるかな。飲んだことないからちょっとわからない。その時私に相談してもいい？まあ、相談して心が軽くなるならぜひしてくださいませ。お待ちしてます。お待ち、まあ、みんなが落ち込むのはよくないことかな。いいことではないから。もうミスターとかあと4ヶ月後にはもうお酒飲めますからね。すごい疲れた。話し会で相談することの時間ない。そうだね、1枚とかだったらもう挨拶しかできないもんね。それに肉まんは何派ですか？私肉まんとかそういうパン系全部大好きなんだけど、本当に大好きなんだよな。私決められないタイプかもしれない。でもなんだろ、ピザまんよく買うかもって考えた。意外にピザまん美味しいよね。でもね、こうピザまんとか肉まんとかしょっぱい系が食べたい時とあんまんが食べたい時とかもあるから。それ今日ニュースで見たんだけどさ、あんまんとこしあん、あんまんのこしあんとつぶあんって東日本西日本で違うらしくて、確か東日本がこしあんだったかもならしいですよ。地域によってね、あるらしい。おいしいです。ストレスで買い物しちゃう？あー、買い物は私しないな。買い物には走らないタイプ。アイドルやってて一番大変なことは何ですか？アイドルやってて大変なことか、なんだろうな。うん、なんだろうな。でもこれはみんなだと思うしな。なんだろう、大変なこと。なんだろう、難しいな。でもよくも悪くも人に見られてるから、例えばさ、太っちゃったとか時に、あの、多分普通にアイドルとかしてなかったら太ったこととかを指摘されることって、まあもう親とかに太ったねとか言われるかもしれないけど、なんだろう、そんなに正直太ったからといって何ってか、太っても別にいい、まあ、いいなと思うこともあると思うんだけど、アイドルとかだったら太ると衣装が着れなくなるとか、まあそういう、あ、道は大変なの
そうかもね、体型管理やっぱり太ったら衣装着れなくなるから、イコールお仕事とか減っちゃったりとかする恐れもあるわけだし、だからアイドルになってから太んないようにしなきゃ、太んないようにしなきゃと思いながら食事をするようになったことは、入る前と比べたら大変なことかなと思います。でもこれはもう女性みんなダイエットしようとすると思うんで、まあそこはあれだと思うんですけど、まあ私自身がダイエットしなきゃと思ったきっかけは AKB48 入ったことかなと思うので、そういう面ではなんかアイドルじゃなくなった時に、だからってアイドルじゃなくなった時に爆食するかって言ったらそうではないから、またそれも違うのかもしれないけど、やっぱり、ね、体型が変化したのがすごい分かりやすいんですよ。あ、1ヶ月前はこの衣装緩かったのに、あれきつくなってるとか、すごい分かりやすいのはいい面でもあり、やばいっていう焦りとかがすごく大変だなと思うこと、大変、まあ気をつけないといけないなっていう意識を常に持たないといけないなってことは大変かなと思いますね。逆にアイドルなんて一番楽しいことはいろんな人に出会えることです。これに限るせ、ステージに立つこととかももちろん私楽しいなってすごく思うんだけど、やっぱりいろんな人の出会いが一番大きいかなと思いますね。なんかメンバーとか、ファンの方とか、アスタさん、メンバー口を尖らせてとは何ですか。あと半分、ちょっと飽きてきたのであと20分他の編集やろうと思います。そう、でもさ、何時間もレッスン大変だけどさ、皆さんも何時間も頑張って働いたりとかしてるでしょ。でもそこはもうみんな同じかなと思って、今日そうやっと TikTok の音声を撮ってきたんよ。それを入れよう。やっぱ TikTok の動画はスマホで編集するのがいいわ。パソコンでやるとちょっとやっぱ効率があんま良くない気がすると思った。そうね、ないね。美味しいものが目の前であるの食べられないの、私は食べちゃいますけどね全然食べちゃいますけど、というかでも美味しいものマジで AKB48 入ってからたくさん食べさせていただいてるのですごく幸せです。やっぱ差し入れとかね、普段差し入れなんてねえなかったからね、こういう美味しい、なんか見たことのない、なんかあんま食べることはなかっただろうスイーツとかね、AKB48入ってなかったらなかっただろうなと思いますね、しみじみ思います。とても
トートバッグ青と白悩んでるんですけど、どうしたらいいと思いますか。服装は白黒が多い。そうしたら白やない、やっぱり白黒が多いなら。私は黒とかばっか着るんですけど、黒とかだったらやっぱ白じゃない、合わせるなら。美味しいものが目の前に、あ、呼びましたね。俺たちのデスワークを見てるみたい。みんな同じ人間や、人間やだ。いやそう、誰もあるよね。ジュニアさん、ありがかわいいとファイトありがとう。アップルウォッチが1時間くらいごとに休憩のアラームが来る。へえ、お仕事のプレッシャーとかすごそう。あ、みんなもそうやろ。でもプレゼンが、プレゼンがあるとかさ、絶対あるでしょ。同じ同じ、そこは同じや。同じ。そう、永遠プレッシャー、永遠のプレッシャー、そうやな。不安だからたくさんエグさせてトートをかけましゅ。白のトート。何、何、どういう。何、どどどどど、何のグッズとか。グッズとかですか。あと13分、やばいやばい。ハッツは何歳まで着ていきたいですか。何歳まで着たいかな。何歳だろう、悩むね。みんな何歳で着たいとかある。なんか正直今の自分はなんか、まあ、なんだろう、いつ死んでも後悔ないと思っちゃうけど、でもやっぱり親がね、娘の結婚してる姿を見たいとか、子供の孫が欲しいとかよく言ってるんで、まあ私じゃなくてもだけど、こうやっぱり お母さんお父さんより先に死ぬ、お亡くなりになるのは、まあ、一番の親不孝って言いますし、もうお母さんお父さんが生きてるうちは生きておきたいかな。お母さんお父さんが介護とかもあるだろうしね介護とかもあると思うから、ポリポリ。そう、でもお母さんお父さんが生きてるうちは生きていきたいですかね今まで一番欲しかったプレゼント、なんだろうな。あ、でもなんかミサとカレンちゃんが夢見るでサプライズしてくれたプレゼントはすごく嬉しかったですね。って思いますね。姉妹で一番結婚向いてそうな人、難しい質問だな。
お姉ちゃんはしれっと結婚しそうだなと思うけど。お姉ちゃんしれっと結婚するよって言われそう。あと5分あと5分フォーカットマークでダンスみたい香港ムーブさんありがお花。3番目はね、3番目はね、結婚できない、そうそうだよって言いつつ結婚するんよね。これがするんよね。私のいとこも結婚できなさそうみたいな話とかしてたんだけどね、気づいたら結婚してるしね。結婚しないと思ってたんだけどね、しましたからね。もう今や赤ちゃんもいますし、そう結婚したからね。そうだよね、するときはするからね。どんな男性がタイプ。私はこれ前よし、じゃあちょっと一旦その編集の整理が終わったので、ちょっとまあみんなとね、あと4分くらいですけど、ちょっと付き合ってくれたみんなと会話をして終わりにしたいと思います。なんかついてるし、この配信終わったら歯磨きしよう。ついてるし、何がついた。今のとで変な男の人を連れてきたら、変な男の人、どういう男の人、そういう音、どういう男の人かにもよるけど、そう私は店員さんにタメ口を使わない人、動物が好きな人かな。1番また2個言ったけど、ハッツもしれっと結婚するタイプ。どうだろうね。私はお母さんに小さい頃からハッツカは結婚して、やっぱりこの人無理と思ったらすぐに離婚してそうって言われます。なんか本当に昔から、小さい頃からなんか結婚じゃなくても普通に彼氏が例えばできたとしても、この人無理と思った瞬間、ハチカこの人無理って言ってすぐ別れてそうってずっと本当小さい頃から言われるんですよ。小学校とかもこれからハチカはもう無理と思ったらすぐ急に、あもうハチカ別れたよって言ってそうだよねってすごく言われます。どうなんでしょうね。ちょっと赤ちゃん見ると癒される。なぜかっていうか、もうなぜとかもうそんな、もうとにかく可愛い存在が。俺の妹が結婚した時は、結婚式はこの日になるから来てないって言われて、突然言われた。おお楽しいね。なんかマスコムさん、ありがお疲れ、ありがとう。当てはまってる。マジ。そう、店員さんに食べ口だけはね、私無理なんですよね。無理っていうか。なんだろう、そのタメ口の部合、まあ、言い方にもよるとは思うんですけど。お母さんから LINE が来てる。したよ、親初っておくと。そう、どういうタメ口かにもよるんですけど、まあ例えば、え、これって美味しいのくらいだったら、まあ、え、おすすめ何くらい、まあこれはまあ全然、まあ許容範囲ね。え、遅くねみたいな感じ言い出したら、私は無理かもしれません。え、私も店員さんとかにタメ口使われるタイプであるんですよね。そう、お見合いとかどうですか。お見合いはちょっと、そう無理と言われても引き止める。ぜひ引き止めてください。そう、あの例えば相手同士のこの関係値が出来上がってるならまあいいと思うんですけど、その常連さんですとかね、初めて行ったお店とかでね、え、これ本、え、まだできてないの、早くしてくれないとか言われちゃったら私びっくりしちゃうかも。だってね、そう、そう、これはさ、友達にも言えることですよね。なんか、あ、なんだろう、そういう、そういう異性だからとかではなく、
身近にいる人がタメ口とかだったら、なんかそのなんだろうな、トゲのあるタメ口とかだったら、トゲのある言葉とかだったらちょっとびっくりしちゃう。あ、確かに目の前にいるのに気にせず大声で人の悪口言う人も、これはもう人としてどうかなと思うんですけどね。もうなんかマナーがどうこうというより、その悪口を人に言ってそれはもう傷つけようと思って発言してるわけだから、もうそれはその人の性格がまずもうどうなんだろうと思っちゃいますけど、そういう方が本当に実際いるとするならば。そう、あと5分だね。じゃあ、でも私もたまにタメ口を言うつもりじゃなくて、なんだろう、とっさに出て、例えば「あ本当にそうですよね」って言いたかった時に、こう先輩とかにこう会話してる雑談の中で「あ本当に」で一回止まっちゃって、あやべえタメ口になっちゃってる今と思って「ですよね」ってなっちゃうことはあります。だからなんかタメ口言うつもりじゃなかったのにちょっとタメ口っぽくなっちゃったみたいなことはたまにある。それは私ありますね。そこは13位、大ちゃんとマーク UF2 次元あらぎらないさん、大ちゃんさんありがとうございます。大ちゃんさんありがとうございます。12位西安とマークブカルディさん、西安さんありがとうございます。11位たくやさん、たくやさんありがとうございます。10位紫モンドさん、紫モンドさんありがとうございます。9位アノワットモンゴルワングサカラさん、アノワットさんありがとうございます。8位フォーカーとマークただ初みたい香港ブームさん、フォーカーさんありがとうございます。ありがとうございます。7位余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。6位おかっきーさん、おかっきーさんありがとうございます。ありがとうございます。5位 S のワンペアとマークゆうさん、 S のワンペアさんありがとうございます。ありがとうございます。4位ひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3位ゆうま過去熊本さん、ゆうまさんありがとうございます。ありがとうございます。2位のりあとまくゆうさん、のりさんありがとうございます。ありがとうございます。そして1位はまさくまさん、まさくまさんありがとうございます。ありがとう。ということで今何分、まだ時間ある、あと3分、あと3分も話しましょう。じゃあまあショールームの3分は短いかもしれないけど、お話し会の3分はもうめっちゃ長い、お話し会で考えた3分は長いね。日本語難しいですよね。久しぶりに誕生日の褒めた、おめでとう。今日も楽しかった、ありがとう。またあっち行った。あ、本当だ、こうやって横見たらめっちゃ目やかい。こうやった時お話し会はタメ口全然いいですよ。だってお話し会はなんだろう、なんか友達みたいなくらいの来る感がちょうどいいと思うので。ごめんなさい、ねえ充血してる、これだったらめっちゃ充血してる。横見た時ショルム見たから明日頑張れろ、やった。もう何やねん、さっきから本当に言うんだよ、そんなそんな周知の事実、周知の事実を今更言われたところで58分、明日は配信、あやるかもしれないな、やるかも。メモ友達の方が嬉しい、テストしようかな。何枚なんだろうね、何枚だろう、でも1枚10秒くらい、18枚とか。いや、あんなすごいよな、そうやって考えたらすごいな。人見知りだから行ったことない、ぜひ来てください。緊張するよね、でも大丈夫。あと20秒、お、ほんとだ。じゃあみんなありがとうね、おやすみ、おやはつ、明日も頑張って生きてね、みんな。